伸びを求めて角一撃を狙う山根大輝、飛龍ボート、千賢美、3日3月末。と小島ボートでは多数の選手が体調不良を訴え開催は中止打ち切りとなった。参加していた山根大輝にとっても消化不良の一節となったが、今節は万全の体調で気流入りした。初戦の 5R4 枠に、ちょうどいい、とにやり。最近は回転を抑えた肩が伸びる。スタートも完通りいけてたし、これに伸びがつけばいいですね。角を見込んだ調整で炎のスリット構成を見ます。